はい、ベースの秋吉です。今日はですね、苦味17歳おいしい水の最初から一番サビの終わりまでやっていこうと思います。こちらの動画ですね、簡単にではありますけれども、ベースフレーズ、ベースのポジションが参考程度になる動画になっております。前半はベースとクリックだけ、後半はベースフレーズを解説していきますので、最後まで見てください。よろしくお願いします。テンポはゆっくりめの110でいきまーす。それではベースのレーズを解説していきます。まず最初の曖昧に再現したいっていうところですね。9譜が入って4拍目の裏に自分の心の中でですね、4拍唱えて刻みながら1等2等3等4と1等2等3等4とっていうような形でですね、やっていくっていうところがポイントじゃないかなと思っております。そうしないとですね、こう4拍目の曖昧なところにですね、 歌とかですね、16の2つ目入っちゃったりとかするかもしれませんので、しっかり刻みながら9譜のところも弾いてるつもりで唱えていくっていうところですね。そこのところポイントじゃないかなと。そしてですね、イントロの部分入りまして、このフレーズなんですけれども、2拍目がですね、 Y だの4つ目に入ってるわけですね。そして歌ったはいえたっていうところなので、2つ目4つ目に入りますので、1と2ついえたすいえたフォいえたはいえたついえたすいえたフォいえたっていうような形で、まあ、ここもですね、できたら声に出しながら9譜のところをですね、しっかり和は止めてトゥで弾くっていうような形でですね、あと同時に指のミュートをしっかりしてあげないと歯切れが出ないっていうところですよね。ミュートが曖昧だとこういうようにですね、なんか残ってしまうので、どこに入ってんのっていうような形になりますので、こういうような形でですね、しっかりミュートしながら弾いていく、指の腹だったりとか、
右手左手のバランスもね見ながら1個ずつゆっくりやってみてください。あとですねこのフレーズがずっと続きまして乾きのところの2小節目ですけどね、こういうところがですねちょこちょこ出てくるんですけれども、1小節だけ出てきて連続したフレーズでですね、私もちょっとですねキープ力が甘かったんですけれども、ここも うまくですね弾いて、そしてまた戻っていくったところにしっかり入れるかどうかっていうところですね。そしてまたここに戻る、まあ、なかなかですねちょこちょこ入っておりますけれども、非常に難しく感じました。キープがちょっと難しいなっていう感じでしたので、まあ、特に原曲早いんでですね、まあ、ここもゆっくり確実に、弾いていくっていうところで慣れていくしかないのかなっていうところですね。そしてですねもう最後の方に行きまして、 B メロじゃない、このなんかサビの前ですかね、短パン履いたの部分ですね、まあ、B メロと一応仮定してるんですけれども、これどこが A メロなのか B メロなのかっていうのがねちょっと境目がよく分かんなかったんですけれどもね、あ、間違った、が入りまして、今まで少し違うシンコペーションのパターンなので、まあ、うっかりですねこうやって入っちゃったりですね、前のを引きずったまま入っちゃうと、違うような形になっちゃいますので、1と2と3と4と1と2と3と4とっていうような形でですね、まあ、ここも、譜点四分音符1と2ととで5に入るっていうところをですね、やっぱもうこう体で覚えていくしかないのかな。でそしてその使い分けっていうところですね、まあ、非常にワンコーラスだけでしたけれども、いろいろ詰まったフレージングでして、非常にセンスのあるかっこいいフレーズでしたのでね、もしもこちらの方ですね、まあ、ゆっくりですね休符と実音の使い方をですねやっていきながら弾くっていうところだと思います。以上です。こちらの動画ですね、簡単にではありますけれども、1番サビ終わりまでの解説動画となっております。もしも他の曲だったり他のセクションだったりありましたらコメント欄の方に寄せてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ベースの秋吉でした。またねー。